レッツ果たし合い、ですね、本日は、今ですね、まあ、コロナとか、まあ、そういう問題でですね、世の中がその自粛ムード満載だと思うんですよね。でそうするとやっぱりお仕事にもものすごい影響がありますし、飲食店の半分は倒産するんじゃないか、そんな話が回ってます。で、まあ、安倍さんもですね、声明を出したりするわけですけれども、でも、事業をやっている人たちっていうのはそういうわけにもいかないですよね。普段の固定費っていうのがめちゃくちゃあるわけで、で、そこで今回の動画は実は、私たちの本業はですね、果たし合いというイベントをやってますけど、実は創業からずっと、財務コンサルみたいなことをずっとしてきました。保険代理店をしながらですね、企業様の資金繰り改善をいかに効率よく、いかにパフォーマンスよくやるかっていうのが実は専門でございまして、ずっとふざけたマッチメイクとか作るっていうのがですね、本業ってわけではないわけなんですね。ってことで、今世の中の中小企業の皆様はきっと資金繰りの対策というのでものすごく困っているんじゃないかなと思います。でそれを、改善するためにいいんじゃないかなっていう方法をまとめて、お伝えしたいと思います。ポイントは3つあります。1つ目は融資。まあ今国もですね、お金を配ったり、無利息とかで貸したりとかですね、そういう対策を取ってますよね。で2つ目ですね、資金繰り改善に最も効果的なものがあります。それは例えば固定費の削減とかもろもろあるんですけれども、一番パフォーマンスが高いものっていうのは私は保険の見直しだと思います。これ3つ目です。保険の見直しについてなんですけど、見直しって言ってますよね。でよく税理士さんとか闇雲に解約を進める、人がいるんですけど、この、ただ解約するだけでは、いいってわけではありません、解約よりもいい方法があるかもしれない。この3つについてちょっとお話をしたいと思います。じゃあ1つ目の融資です。融資は、お金を借りる、あるいは今国がばらまいてくれるのも、まあ、取りに行くのは、まあ、融資じゃないんですけども、まあ、お金をとにかく調達するっていうのはすごく重要ですよね。その代表格がやっぱり融資じゃないかなと思います。借りに行くってことですね。今だったら1年間利息だけで元金返さなくていいような制度が、出動してたりとかですね、まあ、お願いに行けばですね、いろいろ支払いを待ってもらうっていうことも、できるんじゃないかなと。なので資金繰り改善の、一番は、まあ、代表格は融資なんですけども、融資以外でも例えば支払いをちょっと待ってくださいって、言いに行くっていうのもありじゃないかなと思います。で、代表格融資の欠点なんですけど、簡単にすぐATM のように降りてくるわけではないってことなんです。そこでポイントの2つ目が重要になってくるわけです。固定費の見直しで、その中でも保険の見直しが一番効果的ですよってことなんです。で、なんで効果的なのかっていうのを、ちょっとお話ししたいと思います。例えばなんですけど、これ本当にいた人の、契約なんですけどね、まず個人と法人で保険に入ってる場合が多いです。個人で年間140万円、法人で年間100万円払ってたとします。まずここからなんですよ。個人でまず保険を払うってことはどういうことかって言ったら、まず法人から個人に役員報酬でお金を払い、そこ払った瞬間に所得税、住民税、社会保険料っていう出費も比例してついてくるわけですよね。ってことは手元に来るお金ってのは、まあ、額面と手取りって言えば分かりやすいかもしれないですけども、大幅に減らされて手元に来るんです。その減らされた中からさらに個人保険を年間140万払ってなんか効率悪そうじゃないですか。なのでこういった保険をまず法人で入った方が賢いんじゃないかなっていう仮説を持ってみるといいんじゃないかなと思います。はい、個人に移してしまうってことで役員報酬が上がる、役員報酬が上がることで所得税も住民税も社会保険料も高くなってるかもしれないよっていうことですね、っていう感じです。それをまず整理するだけで随分と支払わなくてもいいようなお金が生まれますよねと
で、あとは法人です。法人の、入るべきなのか入るべきなのか改めて整理をしてみるといいんじゃないかなと思います。ちなみにこの本当にいたお客さんはどういう見直しをしたのかって言ったら、個人で140万払ったのは、10億万円になりました。で、これすごくないですか。140万円が16万円になるってことは125万円のコスト削減が実現できるってことなんですね。月10万円以上のコスト削減でかいですよね。で、法人はって言ったら100万円払っていたものが50万円、これもすごくないですか、ね、100万円のコストが50万円で済みましたよっていう、こういうことです。で、随分とコスト削減になりましたよね。で、僕が経費削減で最もパフォーマンスが高いのは保険だよってなんで言ってるかって言ったら、コストが単純に下がるだけではないんですよ、保険ってのは。返礼金って言って、もし解約する保険が見つかったら、じゃら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 っと金の雨が降ってくるわけですよ。コストが削減されるだけじゃなくて、削減ボーナスみたいな感じで、じゃらじゃらじゃらっとお金が降ってくると。こんないい見直し策はないですよね。で、何を見直したらいいのかどうかってわからない場合は、ぜひ果たし合いまで連絡ください。果たし合いがぶった切ります。じゃあ3つ目です。税理士に多いんです、保険を見つけたらすぐ解約みたいなこと言うやつ。これ間違ってます。なんで間違ってんのか言います。それは大切なものがあるからとか、そういうこともあるんだけど、もっと重要なことがあります。解約するよりもお金が戻ってくる保険の処理の仕方があるんですよ。で、それにあなたが該当してるかもしれないですよ。どうしますか。解約しちゃったら例えば50万円もらえる。でも解約じゃない処理をしたら80万円もらえたらどうですか。解約したら50万、解約じゃない処理したら80万もらえたらあなたどうします。だからぜひ、果たし合いまでご連絡ください。皆様と共にですね、この危機的な状況を戦って乗り越えていきたいと思います。この動画が気に入ってくださったら高評価、気に入ってくれなかったら高評価お願いします。チャンネル登録はこちらから、高評価もよろしくお願いします。